窓か通り寺は、京都市左京区岸倉畑枝町にある、臨在宗明神寺派の仏教寺院。三号は、大悲山、聖観音を本尊とする、皇室する窓か通り寺庭園で知られる。元は、御水のお天皇の三僧であった、畑枝御殿であり、皇室する彼れ山水庭園もその頃に造営された、ものである。修学院離宮の造営に伴い、畑枝三僧は、 この駅に譲渡された。後の遠方六年、霊源天皇の乳母であった窓か公院殿随雲、文営二代子が会期となって、寺に改め、皇室の祈願書となった。明神寺十世の影川宗隆を、環状解散としている。彼山水式の庭園で、国の名称に指定されている。苔を主体に、仮込みと石を廃し大小四十余りの庭石は、上皇となった。 ゴミズノを天皇が自ら廃したと言われる。また、仮込みと流木の背後に臨む比叡山を借景としている。上皇は最も比叡山の眺望に優れた地を求めて、この旗枝に山荘を設けたと言われている。とりわけ、この円通寺庭園は借景の美しさで名高い。そのため、高層マンション建築など、急速に進む都市開発は貴重な借景を壊してしまう。 懸念材料になると危惧されていた。そのため、京都市は、円通寺庭園など借景を保護するための、眺望条例を制定するようになった。円通寺は、同条例の対象地となり、周辺区域では高さだけでなく、屋根の形式なども制限される。京都市左京区岸倉畑田,田町389、ABC 高行重なり志向の日本文化、言語文化学会、 2019年11月3日閲覧。http://www.asachi.com コロンススラッシュスペシャルスラッシュサンスラッシュ osk20070214003 個 .html。ありがとうございます。